1950年に丸亀城天守の解体修理が終わり、国の重要文化財に指定されたことを祝って始まったもので、今年で75回目です。7月からは天守閣を夜貸し切り、お酒を楽しむことができる城泊が始まる丸亀城。明日までの2日間はこのお城を中心に幅広い年齢層の人たちが集まってきています。祭り恒例の地元の幼稚園などの園児によるパレードです。そしてこちらは小学生による大名行列です。子どもたちが丸亀藩の初代藩主の京極隆一らになりきっていました。こちらでは1月の能登半島地震で被災した七尾市を支援しようと、和ろうそく店のろうそくを販売しています。丸亀市と親善都市である石川県七尾市の特産ラムネなども販売され、復興の輪が広がっていました。毎年やっぱりこの時期楽しみにしてますし、子どもも楽しみにしてます。幼稚園の頃からこう踊りとかで期待してたので、まあ、馴染みのある年に1回のお祭りですね。丸亀お城祭り、明日は吉本興業のさやかや山田花子さんらのステージショーも開かれます。